ピレナイ城の伝統的な一致であるプニアのマルギリスの丘。マルギリスはジェマイティア港でビーガンドフォン・マリンブルクの年代記では1336年のジェマイティアのピレナイにおける英雄的な守備者として言及されている中世リトアニアの港である。ドイツ騎士団の包囲に対する守備が失敗するとマルギリス及びその他の守備兵は城を焼き払い敵に何も残さずに自殺することを決めた。 マルギリスはリトアニア社会では高い地位を有しており、その証拠として1329年にドイツ騎士団を助けに来たボヘミア国王ヨハンフォンルクセンブルクとの決闘を行っている。後に決闘のルールを破ったことでマルギリスは身の代金を支払わなければならなかった。1326年にブランデンブルク編共博に侵入した際に降達した。 神聖ローマ皇帝ルート美ヒ四世によって、鋳造された貨幣を強用していた。仮に、マルギリスが支配階級のものではなかったなら、ヨハンは彼との戦いを格が下がったものとみなし、マルギリスは戦利品を分け合おうことはなかった。マルギリスの家族に関しては、年代期は1329年以降に、フランスに行った息子についてのみ言及しており、その妻は、 名前のないクレルモン白化のものである。資料がマルギリスの高い地位と富を証明したことから、歴史家のアルビダス・ニクジェンタイティスは、マルギリスは、リトアニア大公ブトビーダスの息子でゲディミナスの兄弟であるとの結論に傾いている。マルギリスと、その勇敢さの物語は広く知られるようになり、そこから1855年に、ブワディスワフシロコムラによって書かれたポーランド語の、 ジョジシなどの作品を生み出し、リトアニアでは人気を得た。ありがとうございます。